六人の漁師、田中幸太郎入り江の上には薄きがさしていた六人の漁師は左右に3人ずつ分かれて夜網を引いていたそこは土佐の国の須崎浦というところで入り江の口には両方から出っ張ってきた山の姿が黒々と横たわっていた夜はかなり老けていた 漁師たちは酔いから三四回も引いてもうその網はしまい網であったそれは風のない暖かな晩で漁師たちは皆すっぱだかになって網をたぐり上げていた網にそれて逃げる魚が鉛色の尾の上に白い腹をきらりと光らした網が動くと蛍火をすりつぶしたような海中の光が燃えるように光った 網はもう大方上がっていた。左右に遠く離れて引いていた漁師はぴったり合して妙に力足を入れて「えいえい」と力声を立てながら手繰り上げていると「もう袋が来た」と袋の中に異様な手応えがあった「おるぞおるぞ」と言って喜びの声を立てるものがあった。 アジア古代と違った大きな胴体をした魚のいるという予感は彼らをこの上もなく喜ばせた。酔いからの労働に疲れていた漁師たちはもう疲れも忘れてしまって藤かずらの繊維で細かく織った袋を引き上げようとしたが袋は容易に上がらなかった。袋の中には大きな一匹の魚が入っていて。 それがびくびくと動い,ていた漁師たちは袋を抱えるようにしてやっと磯の上に引き上げると急いで袋を開けにかかった6人の目は喜びと好奇心に輝いていた開けた袋の中からはまず女の頭の形をした魚の頭が現れ続いて銀色をした白い体が現れた 体の格好は人間そっくりで左右には手らしいものも見えたが胴から下は普通の魚であった漁師たちは顔の色を変えて袋の縁を持ったなりに立ちすくんでいたと怪しい魚は体をビョンビョンやって袋から逃げ出そうとするようにした「叩け叩け」と一人が恐ろしそうに言った すると一人の男が目がくらんだように丘の方へ走って行ったがやがてざるをなってきた天秤棒を持ってきていきなりその魚を殴り殺そうとした。と魚は横になったなりに両手を上げて手を合わせながら拝むようにした薄青い月の光はその顔にさしていた漁師の中にはその魚の目から涙が湧いたように思ったものがあった。 で、天秤棒を持った仲間をなだめようとする間もなく天秤棒は二、三度続けざまに打ち下ろされて怪しい魚は死んでしまった」と。とそこへ一人の老人が来てその魚を一目見ると「これは人魚だ。かわいそうに人魚を殺したのか。生きておれば俺が買い取って話してやるもんであったのに惜しいことをしたもんじゃ。 と言った。「漁師たちは嫌な顔をして老人の顔を見つめていた」「殺したら仕方がないこの魚は不老長寿の薬になるお前たちが調理するようなら私にも一切れくれ病心の娘があるからそれに食わせたい」と老人はまた言った漁師たちはやっと安心したような顔をした。 その夜漁師たちは人魚を料理してその一切れを老人にくれてやった。老人は喜んで自分の家へ帰ってそれを煮て娘に食わすと娘の体はずんずん良くなったが一方漁師たちが人魚を殺して食ったということがたれ言うとなく評判になってそれが国主の耳に入ったので不届き者ということになって間もなく六人は死刑にされた。 老人はそれを聞くと娘を男の姿にして巡礼に出し自分は老妻と一緒に出家して六人の後を灯ろうてやったその案は改定案といって今にその後が残っているそして巡礼に出た娘は日本国中を遍歴して若さの国へ行って長く落ち着いていたが数百年の後に再び土佐へ帰って 土地の産が神の加茂神社の境内へ石の塔を建立したという伝説が残っている今でも同地付近では6人して弱みを引くことを意んでいる。